ネギバギバー、ネバーギブアップ。前回のお話はこんな感じでしたね。ことごとく失敗してしまったプッチンプリンスタッキングですけども、これを二段積みにしたいと。やるから、今度はやるから。よし、はい、しゃー。徹底的に前回の失敗を科学しましたよ。日本人にとってはやっぱ美しい形なんです。富士山みたいなね。富士山は先が細いんです。先が細かったらね、上に乗るわけないんですよ。娘の学校の運動会の組体操なんか見ててやっぱ思いましたね。土台がしっかりしてないとダメなんですよ。いうことで、こちらのアイテム、そうそう、これを下にして、おお違うって、ザグッ、プッチンプリンビッグ、完璧。パーフェクト。鍾乳洞みたいになってる、これ。つららみたい。こんなもんまるでリキッドだもんね。いくよ。足、プッチンいくよ。プッチン。やっぱね、グリコさんは手がいい。赤いね。おい。どう、この広大な大地。この上だったら誰でも住めるんじゃない？水平かどうか測れるんですよ。どう？しのごの言うなって。行くから。1秒できたかな。なんだろう、ここさ、こうしちゃえばどうな。ほら、バギッ。バババババンバンバンバッバラン、できた。ちょっとギネスには乗らないかな、こんなことしてるから。笑って、チーズ、いよいよカスタード、よし。いやー、ご満悦だわ。やればできるね。こちらもまたアイスにしてね、家族で食べたいと思います。どうぞ。凍りましたね。表面のちょっとこのアイスな感じ、わかります？ほら、この音、いい音だな。いけますよ、ほんと美味しいから。